はいどうも皆さん,こん,ばん,はしんです今日もですね仮想通貨のビットコインとイーサリアムとエと x r ビと NEM そして IOST ライトコインイーサリアムクラシックですね、えー、今日は7通貨見ていきたいと思います今日が2021年の5月の12日ですね、えー、水曜日今が19時58分を回ったところです今日の仮想通貨市場ですけれども午前中に関してはですね、えー、結構いい感じで上げてきたんですけれども、まあ、午後からですね大きく下げてきているという状況でして前日比でいうとほぼ横ばいということですね、えー、まあただ上に行って下に行ってるということで非常にですね 今警戒感ががですすね広がっってているようなな状況となっております、まあ、その中でもですね強いイーサリアムなんかもありますけれども、まあ、今ですね注目なのはやはりビットコインのドミナンスがですね下がっているそしてイーサリアムのです、ね、ドミナンスが上がっているということでイーサリアムのです、ね、時価総額がまあ今後ビットコインをです、ね、追い抜くんじゃないかみたいなですね意見も出てくるぐらいの状況となっておりましてイ s a ムですに、ね、非常に注目が集まっているということですねで今後まあビットコインがですねどういうふうになっていくのかというところがですね注目なんですけれどもその中でビットコインのです、ね、クジラいわゆるクジラがですね売り 始めているんじゃないかっていう風なニュースもですね出てきておりますのでそのあたりはですね、えー、僕なりの考察を踏まえながらアップデートしていきたいなという風に思います、えー、このチャンネルではですね仮想通貨関連それから世界経済のニュースをピックアップした後に相場分析と戦略構築をですねやっていくというチャンネルになっております、えー、それからインスタグラムの方ではですね毎朝相場分析をアップデートしておりますので、えー、両方ともですねフォローいただければ嬉しいなという風に思いますまずはですねニューヨークダウの状況からですね、えー、見ていきたいと思うんですけども日本経済新聞さんのニュースですね、えー、ニューヨークダウはですね四百七 とというこでで大ききくですね下げてきましたインフレ懸念でリスク回避姿勢が強まっているという状況ですね11日のアメリカのダウンに関してはですね前日で言うと1.4%非常に大きくですね落ちてきまして3万4269ドルまで,ですね下げてきたということですね急速な経済回復に伴うインフレ懸念の高まりが金利上昇観測へと波及し投資家のリスク回避姿勢が強まったということですね物価などの経済指標がですね今日の21時30分ですねもしかしか もしかするとこの動画がです、ね、もうアップロードされた時にはですね CPI がですねもう発表されているかもしれませんけれども、まあ、その発表を控えてですね、えー、ハイテク株の一部は取引時間中に上げ下げをですね繰り返すなど神経質な展開となったということがですね言われておりますで昨日ですね大きく下げておりましたナスダックに関してなんですけれども取引開始直後はハイテク株の売りが優勢で関連メーカーが多いナスダック総合指数が一、ね、時2.2%安をつ、ね、けたそうですけれどもその後はですね下げ幅を縮めて前日より いうと12ポイントですね0.1%安の1万3389ですねで終えたということがですね言われておりますまあこの流れを受けてですね今日始まった日経平均なんですけれどももうこちらもですね大きくまあ続落してきたということで3ヶ月半ぶりの安値だということですねえ今日の東京株式市場ですね日経平均株価は大幅続落しまして前日比前日比でいうと461円安ということで1.61%安の2万8100円までですね落ちてきたということですねえ終わり 水準としては2月1日以来ということで約3ヶ月半ぶりの安値となったということですね世界的なハイテク株安が顕著になる中半導体関連の一角やソフトバンクグループにですね売りが膨らんだということですね日経平均は午後にですね下げ幅を700円超に広げまして心理的不節名の2万8000円をですね一時下回る場面もあったということですね台湾株の急落に加えアメリカの長期金利のですね先高感の強さもですね売りを促したということで日本時間今夜発表の4月ので CBD CPI がですねインフレ圧力の強さを示す内容となれば FRB がですね量的金融緩和の縮小まあ、テーパリングですね、えー、これを議論する時期がですね早まるという見方がですね広がったと言われておりますまあ先日もですね雇用統計非常に悪い数値が出ましたけれどもそういった状況の中で今ですね物価指数がどのような推移なのかまあ、ここにですね非常に市場の関係者のですね注目が集まっているという状況でもしかするとですね今夜の値動きは結構ですね大きめの値動きになる可能性があるということでちょっとね注意したいところかなと思っております アメリカ株、ですね続落しておりますブルーバンクさんの記事ですね、アメリカの国債の利回りはですね上昇しているということですね、それから今日の CPI に注目ということで、予想される物価圧力のですね上昇は FOMC にですね現在のガイダンスより早い金融引き締めを迫るほど強いのか、議論が活発になっているということで、FRB のですねブレイナード理事はこの日、経済は依然として FRB の目標から程遠いとして、政策当局は辛抱強い姿勢を続ける必要があると。 うですね、改めて述べたということですね、まあ、この記事見てもですねどう見ても CPI ですね、えー、こちらに注目が向けられているという,うな内容がですね、まあ、続いているわけなんですけれども、えー、それほどですね、えー、まあ為替市場、それから株式市場、まあ、仮想通貨市場においてもですね今注目が集まっているということで、えー、今夜の値動きを、ね、引き続き注目しておきたいところかなと思っております、えー、ここからですね仮想通貨関連のニュースなんですけれども、えー、今日はいくつかありますまずはですねコインポストのニュースで、えー、ソフトバンクグループのですね孫会長がビットコイン投資について言及したということですね えー、今日、ですね2021年3月期の決算を発表したということで質疑応答のコーナーで暗号資産についての見解を述べたということですねそれが記事になっております、えー、内容としましては、まあ、ビットコインについてはいいのか悪いのかという議論は、えーまあ、社内でですね何度も行われてきているという,ふうな状況だそうでして、えー、それが価値があるのかバブルなのかもう私もよくわからないということですを、ねえーまあ、述べたということですね、まあ、暗号資産そのものを否定する必要もないという姿勢を示した上で社内でも議論をしている状況だと。 と説明したとということですねで実際、孫さんも2018年に個人資産の1%にあたる約200億円のビットコインを購入したと、えー、発言したんですけれども、まあ、その後ですね全て売却しているということで、まあ、なかなか理解できないというふうにですね当時はそういうふうな説明をしていたわけですけれども、本当に世界的なですねもう投資会社みたいなね、えー、感じになっているこのソフトバンクグループの孫会長にしても、えー、今の、えー、ビットコインがです、ね、バ,バブルなのか、えー、価値があるものなのかどうなのか、それもよくわからないというふうな見解を述べているということで、まあ、ただこういった企業はですねビットコインに投資するとなると、非常に ですねまた大きなニュースとなるということでまあ、動向はですねしっかり見ていかないといけないかなと思っております、えー、それからですねアメリカの SEC ビットコインは非常に投機的という風なことをですね発言したようで、えー、ETF 承認はですねまだ先じゃないかという風な記事もですね出ております、えー、11日ですね SEC はビットコインは非常に投機的な資産であると述べる、えー、文書を公開したということですね、えー、ETF 申請の審査がですね今進められている中 SEC の見解はどう ETF の審査プロセスにどういう影響を与えるのだろうかということが。 ですねえー、報じられておりまして、SEC の投資管理部門が発表した文書においてはです、ね、投資家が認識している以上のリスクを負う可能性があるというふうな、えー、警告をしているということですね、でブルームバーグのです、ねえー、ETF の、まあ、スペシャリストの方はです、ね、ETF の見通しについてまだ絶望的ではないが、えー、今回のです、ね、この文書によってきつい一発を食らった感じだと述べたということで、まあ、非常にです、ねえー、先行きが悪い内容だったということがうかがえるということですね。 なので、検査結果がですねどんどん出ていくわけですけれども、えー、その中で今回のですねこのニュースは、えー、ちょっとねマイナスになるようなニュースじゃないかなと思っています。えー、それからもう一つですねコインデスクジャパンさんのニュースでビットコインの下落リスクがですね上昇していると、えー、クジラが売りをですね再開しているんじゃないかという風なですねニュースが報じられておりまして、これはグラスノードのですね記事なんですけれども1000ビットコイン以上を保有するクジラの数の推移なんですけれども、えー、こちらですね5月10日、えー、1943ということで5.5ヶ月ぶりの低水位。 水準まだだ落ち込んででいいるとうう状況だそうですねこの5日間で60減少しており2月7日に記録した2237の高い水準から大幅にですね減少したということですね4月後半ではクジラによる、えー、売りは弱まっていたということが、ね、言われておりますさすがにこのデータを見るとですねなかなか厳しいかなというふうな状況もありますねただ、まあこれだけですね、まあ、クジラの数が減っているにもかかわらず尾ンの価格はですねまだあのまあ横ばいになっているという状況ですよね。で今ですねこれ グラスノードさんの、えーとまあ、アクティブのアドレス数の推移なんですけれども、まあ、ずっとここまでですね上昇というかねどんどん増え続けていた状況だったんですけれども、まあ、今年のですね2月から3月ぐらいのところからだんだんと、ね、横ばいということで、まあ、あの本当に横ばいのような形になってきたわけですよねでまあ価格もそれに伴って横ばいになっているということでただ大口はどんどん減っているということはやっぱり個人投資家がですねなんとか今ね踏ん張っているというふうなです、ね、状況じゃないかなと思いますまあ、この中でですね きてますもうついに42っていう水準までね、えー、下がってきている状況なんですよね、で42っていう水準はでですねもう本当にここです2018年の4月から5月あたりの水準までですね落ち込んできていると、えー、一方でイースタリアムに関してはですねどんどん上がってきているという状況、まあそれからア,アザーです、ね、アルトコインの、えー、総合的なですね思想に関しても上がってきているという状況でして、えーまあ、このですね2018年の4月頃の水準までもう回復してきているという状況なんですよね。ままあこれに関してはビットコインののですねね価格はまだ、ね、横ばいの 中でドミナンスがどんどん下がってきているという状況がありますので、まあ、アルトコインがですね活気づいているという風な見方になるんじゃないかなと思うんですけどが、まあ、ただ一方でここまでのですね水位、えー、低水準まで落ちてきているそれから、えー、クジラがどんどん売りを始めているという状況からすると、えー、ちょっとね先行きが悪い状況にはなってきたかなというのがですね正直な見解かなと思っております、はい、今日はですねここまでが外部環境ということでここからですね想通貨の相場分析入っていきたいと思います はい、それではですね、まずはビットコインの4時間足から見ていきたいと思います。今のビットコインの価格が56,100ドルということで、日本円で言うと611万円ぐらいのところですね、えー、推移している状況ですけれども、えー、ビットコインですね、まあ、昨日の動画でも言っていたんですが、やっぱりここの戻りはですね、狙われるっていう風なことも言っていたんですが、あの5万68,000、えー、ドルぐらいのところまでですね、急回復したんですけど、そこから一気にですね、下落してきま、えー、来たという風な状況ですよね。やはりまテクニカル的にもここはですね、売りが入りやすい展開だった。それからまあ株がですね、どんどん下がっていったっていう状況もあっ ですね、なかなか上値が,がですね重たい展開になってしまったとっいうのが正直なところですね、ここの高値を、ね、切り下げてしまいましたので、えー、このままですねこの長期の移動平均線をも抜いてしまう、まあ5万6000ドルですね、ここまでね割られてしまうとなると、市場の見方はですね非常に重たいものになってくるかなという,ふうなです、ね、状況ですね、まあ、戦略としては引き続きもうこれは生還しかね、えー、ないと思うんですけども、やはりまあ今、ですねもうレンジ相場ですよね、下が5万3000から5万2000ぐらいのところですね、この辺りで下げ止まっていて、まあ、上がです、ねえーっとまあ、5万9600 6万ドルというところですねこの中でやっぱりね、えー、横ばいのような形になってきておりますので、この推移を見せられると、さすがに5万6000ドルを割られる可能性はあるかなと思っています、まあ、ただ、ですね、えー、今夜の,その、えー、アメリカの CPI、ね、CP えー、この数字がですねどういうふうになるのかということ次第では、5万6000ドルを守ってですね上に上がっていく可能性も十分あるんじゃないかなと思っています。 で株価のです、ねまあ、恐怖指数と言われるビックス指数ですね、ビックス指数に関しては、えー、直近でですね、まあ、急上昇しているということで、リスクオフですね、えー、一気にリスクオフムードがです、ね、広がったというのがです、ね、今の状況、でドル,に対しドルに関しては、まあ、あの横ばいですよね、えー、いろんな、まあ、重要指標をです、ね、今週控えているということで、なかなかですね今、動いていないという状況があります、まあ、そういった状況の中でビットコインはです、ね、今、下げている、こちらもまあリスクオフっちゃリスクオフかなと思うんですけれども、まあそういった感じで,ですね今、下げてきているという状況なんですが、 やはり注目なのは5万6000円を割るかどうかというところですね、ここを割られたらならば、えー、5万2000ドルか5万3000ドル付近ですね、この辺りまでは一気にです、ね、急落してくるんじゃないかなとはです、ね、思っております、まあ、大体この辺りですね、えーっとまあ、この辺り、この赤のラインぐらいのところまでですね5万2000円の後半ぐらいのところまで一気にです、ね、落ちてもおかしくないんじゃないかなと思っております、まあ、ただ、ですねここ何度も何度もサポートされているラインになりますので、ここまで落ちてきたところで,です、ねまあ、下げ止まる可能性はあるんじゃないかということで、まあ、落ちたとしても、ここまで,で,です、ね、止まるんじゃないかなというふうにですね、 個人的には思っておりますでまあ横ばい相場ですのでこの後の展開というのはなかなか難しいわけですねただし四時間足で直近のところを見た感じで言うとなかなかですね上を狙っていけるような相場ではないことは間違いないんじゃないかなと思っていますまあ今夜の経済指標発表ですねそれから5万6千ドルを守るかどうかというところがですね直近の大注目のポイントでまあ5万2千までですね落ちてきたタイミングでえまあ止まるかどうかというのをしっかり見極めないといけないですねここでえまあ単純にこうまあロングに入るとか逆張りでねロングに入るっていう風な戦略ではなくて えー、しっかりです、ね、落ち切って、えー、反発を見てからです、ね、ロングに入っていくという風な戦略でやっていかないともう一段です、ね、これ止まったかという風に見えてもう一段下がる可能性もです、ね、今の状況だとありえなくはないので、えー、しっかりです、ね、今夜の値動きは警戒したいところかなと思っておりますでビットコインのです、ね、状況が一気に好、ね、転するとなれば、えー、5万8000ドルを抜けるという風な状況ですね5万8000ドルを抜けたところからは一気に好、ね、転してくるとは思うんですがちょっとまあ今の状況ではです、ね、見込みにくい状況ではあるんですけれども、まあ、5万8000ドルしっかり抜ければ ですね、そこからロングに入っていっても全然ね、えー、遅れてはなく、まあ、上がです、ね、開けてくるんじゃないかなとはですね思いますはいちょっとね予想としてはまあ厳しい状況かなと思っておりますで5万2000ドルぐらいまで、ね、落ちてもおかしくないんじゃないかなというふうにですね個人的には考えております、えー、続きましてイーサリンを見ていきたいと思います はい、こちら、イーサリアムですね。今の価格が、え4279ドルということで、日本円で言うと、46万5000円ですね。今日、また5%以上ですね、上げてきているという風な状況です。一時ですね、えっと、4400ドル付近までね、上がったんですけども、一旦ですね、まあ、落とし、落としてきているという風な状況ですよね。非常に強い動きをですね、未だに見せております。まだね、この上昇並行チャンネルの中で動いているわけなんですけれども、えー、今日ですね、冷やしでちょっと見ていくと、もうほぼですね、この上限ラインまでね、今日ね、えー、上昇してきたという風な展開となりました。あれ もですね直近の高い値をです、ね、超えてきまして84付近までですね上がってきているということで非常にですねこれは過熱感が、えーまあ、意識されそうな展開になっているんじゃないかなと思っております、まあ、昨日の動画でも言った通りですね4400っていうところまではですね行くんじゃないかとまあそこをそれを境にですね一旦、えー、調整される可能性はあるんじゃないかっていうことをです、ね、言ったと思うんですけれれどもまあちょっとねななかなかこれは難しい相場ですよね、えー、直近のところはまあ89の水準まで,です、ね、上がったところで反転しているっていうのが過去のね、えー、歴史を振り返ってもそういう風な展開になっているわけです。 けれどもまだ一段ですね上がらないとその89という数字にはいかないということでまあ4400を突破したぐらいのところから大きくです、ね、下ひを上ひげをつけて、まあ、下がってくるみたいなねそういう展開になってもおかしくないかなというふうにです、ね、今のところは思っております引き続きまあ短期的なですね下落はやっぱりね意識しないまあその RSI がです、ね、90, 90付近まで達して一旦下げるという展開はです、ね、しっかり覚悟しておかないといけないわけですけれども中期的に見るとですねこれはまだまだね上がっていくような気配しかですね今のところはもう見出せないという,ふうな状況ですよね。 ねえー、イーサリアムのクジラもです、ね、かなり増えてきているという報道もです、ね、あるぐらいですので、機、え、関、ーまあ、投資家からもです、ね、非常に注目が集まっている今のイーサリアムなんですけれども、まっ、あ、た戻してきたところは買いになるでしょうね、戻してくるとするならば4000ドル付近まで,です、ね、一気に戻すとか、うんそうですね、あとは3800ぐらいのところまで戻したりする可能性はありますけれども、えーね、4000ドル付近のこの例えば 20MA だったりとか、この上昇平行チャンネルの下限値ラインですね、こういったところまで落ちたところは、まあ、おそらく買われてくるんじゃないかなと思いますので、そのあたりから一発 ねえーまあ、仕込んでいくという風な感じで分割で,です、ね、エントリーしていくべきじゃないかなと思っております、えー、続きまして XRP 見ていきたいと思います はいこちらですね今の価格が1.45ドルということで日本円で言うと158円、ですね、えー、今日まあほぼ値、ね、動きないということなんですけれども、ね、前日比で言うと0.6%なんですけれども、まあ、一時ですね上昇していたんですけれども、えー、ここのですね中期の移動平均線 50MA にきっちりですねレジスタンスされまして、えー、下げてきてしまったというふうな状況ですね、まあ本当にセオリーの動き方、えー、意識されていたラインを一気にぶち抜いて、えー、戻してきた相場というのはまあ売られるということですよね。えー、ここ非常に重たい展開となってて今下げてき る状況なんですけれどもエクセルビに関してはやはり注目ラインとしては1.4ドルですね、もなんといってもここなんですけれども、ここを守るかどうかというところを大注目しておかないといけないという風な相場ですよね、えー、その中で大きなですね三角持ち合いの中で今はですね動いてきているという風な状況です、まあ、そんなに大きなですねファンダメンタルズない限り、えー、もうこのままですね横ばいというか、まあ、上行ったり下行ったりはするんでしょうけれども、えー、なかなかですね方向感は見出せないような相場なんじゃないかなと思っております。ででやはりまあリップルがですね今後この三角持ち合いいを抜けていくかどう,かというと ところの重要ポイントに関してはやはやり1.6ですねもう何度も何度もここ試したんですけども、ダメだったり、この1.6を抜けることができるかどうかというところがですねリップルの今後のですね、まあ、課題となってくるわけなんですけれども、冷やしで見ていくと、RSI としてはですねもうまた下向きになっておりますし、今はあの、マク D としてもですねデッドクロスして、下にですね落ちてきているような状況です。 なんとかねこの1.4は冷やしレベルで見ても綺麗にですね守っている状況なんですけれどもまあ今回の下げがですね、えー、まあこの五日移動平均線もまあ割り込んでしまっているという状況があって、えー、なかなか上もですね重たくなってきておりますのでまあ1.4をサポートできるかどうかっていうところをですねここをしっかり見ておかないといけないかなと思っておりますまあこの三角持ち合いをもしね下抜,けられ下抜かれたとしても1.1とか、えー、0.9というところですねこの辺りの価格帯はですね相当強いかなと思っておりますのでそんなにまあ大きなですね大暴落っていうことはですねない じゃなないいかなと思っていますあくまでもこう横ばいの中で、えー、上をですねを試せるかどうかというふうな、まあ、状況をです、ね、探っていくような展開になるんじゃないかなというふうにです、ね、個人的には思っているところです。まあ、まあ、何せですね直近のところは1.4を割るかどうかというところをしっかり見ていかないと、えー、いけないかなと思っております。で、1.6を抜けたらまあそこから買いですね、そういうふうな展開になればしっかり買っていきたい、えー、状況かなと思っております。えー、続きまして、ネム見ていきたいと思います。はいこちら、ネムですね、今の価格が35セントということで、日本円でいうと38円ですね。えー、前日で 前日比でいうと0.9%ということです、ねまあプラスとなっておりますけれども、ネ、ま、ム、あ、に関してはまだですねここの35セントを、ね、割られたわけではない、でこの35セント付近に、えー、各種移動平均線が全て密集しているということで、まあ、本当に今、ですねもう重要局面というにふさわしい状況となっているわけですよね、でネムに関してはここのです、ね、35セントを守るかどうかで、えー、大きくですね明暗が分かれてくると思っておりまして、まあここのですね大きな目線で見たときの加工ウェッジのような形でですね今動いているわけでなんですけれども、35セントを 守ればこのウェッジをですね上に抜けることができるかもしれないということで、えー、ここからですね上に上がっていく可能性がある状況で非常にですね注目が集まっているわけですね。35セントまた抜けてしまうことになればですね30セントやもっとですね下、例えばね本当に20セントぐらいまでね落ちていくような相場になる可能性もあるということでちょっと今のところはです、ね、警戒したいんですけれども相場環境的にはですね35セントの超意識されたラインを抜いてなん、えー、とか耐えれるかどうかという,うな展開ですのでまあ本当に今がですね勝負で、えー、そんなにですね。 すすするようなななムードででではないかなと思っておりますでまあここをね、まあ、あの下に抜かれたとしても、こういう安値をです、ね、切り上げているラインなんかがですねありますので、こういったところをですね、えー、意識していくべきじゃないかなと思っております、こ,、まあ、こういったラインですね、でこれをまあ抜かれたとしてもね30セントのライン、ここはです、ね、もうネームの歴史的においても意識されているし、えー、直近においてもですね変わらず意識されているラインですので、えー、直近でもね30セントを割られたあと、すぐにですね戻ってきている相場もですね、えー、しっかり確認できますので、30セントはです、ね、僕を割るような展開にはです、ね、ならないんじゃないかなと、個人的には思っております。 なのでまああの買いポイントとしてはですねやはり35セント守って上に行きそうな展開になってですねまあ、まあ、僕は43セント回復してからでも全然まあ間に合うんじゃないかなと思うんですけれどもまあ現物の方に関してはですねやはりもうもう少しね落ちてきた相場例えば30セントまだ落ちてきたところからですねえ徐々に分割で仕込んでいくような戦略でですねまあ攻めていっても僕はいいんじゃないかなと、えー、個人的には思っております続きまして iOST 見ていきたいと思いますはいこちら iOST ですね今の価格が5.7セントということで日本円で言うと6.3円ですね今日3% 下げてきております。 iOS に関しても結構ね、えー、まあセオリー通りの展開でして、一旦下げて戻したところが売,り売られてしまったというふうな状況ですよね。単中長の移動平均線が上にかぶさっておりますので、なかなか上はですね、行きにくい展開だったということですね。そんな中でも、えー、まあこの5.3セントですね、ずっと意識されている5.3セントにですね、サポートされる展開にはなるんじゃないかなと思っています。まあ、ただですね、このままあのずっとだらだら続くようであれば5.3セントもですね抜けてくる可能性があるということで、ちょっと今のところは警戒したいですね。で と4.6とか、えー、その下であれば3.3、えー、こういったところまでですね大きく下がってくる可能性があるんですけれども、えー、そうですねそこまでまあ下がったら現物に関してはですね積み増していくということですねでトレードに関してはですねなかなかもう今は入っていけないかなと思っています5.3セントが意識されているとはいえここにタッチしてからダブルボトム狙いでのエントリーとかそういったトレードはですねまあ、ギャンブルになってしまいますので、えー、少なくともこの移動平均線をすべて抜けたポイントですね6.5セントとかこういったところまで回復してからのロングじゃないと今ですね入っていくことができないんじゃないかなと思ってます。 ていま,すまあいずれにしてもこの三角持ち合いの中でですね今推移している状況ですのでその展開をですねしっかり見極めつつ下げてきたら拾うと中途半端なところではですねエントリーしないっていうのをですねてあの徹底していただければ、えー、そんなにです、ね、怖い相場ではないっていうふうにですね個人的には思っております、えー、続きましてライトコイン見ていきたいと思います はい、こちらライトコインですね、今の価格375ドルということで、日本円でいうと4万900円ですね、えー、今日3.8%上げてきております、えー。ライトコインに関しては意識されていた、ここの368の水平線ですね、ここをしっかり抜けて戻したポイントということで、えー、まだですね、今のところは買いが強いと、えー、いうことですよね、えー、まだまだこう上がっていきそうな展開はあるという状況です、えー。その中でちょっとね、冷やしを見ていきたいんですけれども、えー、冷やしレベルで見るとですね、まだ、あ、368をですね、なんとか守っているという状況なんですけれども、 うん、そうですね。このままちょっと横ばいが続くと、あのー、厳しくなってくるわけですけれども、今のところね、えー、昨日で一気に上昇して、なんとかこのラインを守っているっていう状況ですので、 まあ本当にここを守るかどうかでですね、ライトコインの歴史も変わるぐらいの状況じゃないかなと思っています。まっ、あ、た落ちてきたとしても、中期的に見ると、まだまだですね全然買いだというふうに、個人的には思っておりますので、330ぐらいですね、この辺りからまあ分割で仕込んでいくような戦略で攻めていっても全然いいんじゃないかなと思っております。えー、最後にですね、イーサリアムクラシック見ていきたいと思います。はい、こちらイーサリアムクラシックですね、今の価格が106ドルということで、日本円で言うと、 1、えー、1600円ですね、今日ほぼ横ばいという状況なんですけれども、えー、今のところですね e 3ムクラシック、この下落のトレンドラインですね、えー、上値を押さえつけられていて、なかなか上に行けないという風な状況になっております、えー、短期の移動平均線や中期の移動平均線もかぶさっておりまして、なかなかですね上に行けないという風な展開が続いております、出来高もですねなかなか伴ってこないということで、えー、まあ、かなりですね買われすぎの水準まで行っていましたので、一旦のですねまあ調整等を受け止めていいんじゃないかなと思っております。で、えー、でですすねちょっと見ていいきたいんですけれども 冷やしレベルで見るとですね本当にこの高い水準ですね RSI が92っていうところまでですね上がっておりましたので過去見てもねこの90付近で、えー、売り叩かれているという状況がありましたのでまあ、ここで転換してきたかなという風な状況ですよね、えー、その中でまあどこまで下げるかというところに関してなんですけれどもやはりここのですね 20MA が意識されてくるんじゃないかなと思いますこの5日移動平均線もですね今回割り込まれてしまっておりますので一旦ですね、えー、まあ、セオリー的に言うと70ドルから80ドル付近までですね大きく下げても全然おかしい なないかなとむ,むしろ下げないとね買えないっていう方もですね多くいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれどもそうですねここまで下げても全然あの中期的にはまだまだ上げ相場じゃないかなと思っておりますで本当にやっぱり買われる水準っていうのはこの80付近ですよね、えー、この 20MA ぐらいのところまで落ちてきたときにやっぱりそこの反発狙いで上がっていくんじゃないかなと思っていますまだまだですねこれトレンドの初動だということでまだまだねトレンド始まってまだあの間もないわけですよね移動平均線はまだ、えー、そんなにです、ね、開いていないという状況ですので今戻してくるとそこからですね一気にまた買われて、えー、高値 をですね更新していくような展開になるんじゃないかなと思いますので一旦はですねそこで待っていくと、えー、まあ、今から抜かれてしまう可能性も当然ながらあるのでちょっとだけ仕込んでおいて下げたところでもう一発で仕込むと、えー、そういう風な戦略でですねあの落ちてこいっていう風な感じで待つっていうのが、えー、結構ね投資においては大事ですのでそういう風うな、まあ、メンタルコントロールもしながらですね今の相場を生還していくっていうことをですねやっていただければいいんじゃないかなと思っておりますはいということで今日はですね7通貨見ていきましたこの後ですね CPI が発表されるということで、えー、今週はですね っておりますので、えー、大きなですね変動にはしっかりね警戒しつつ、あとはまあ株式相場ですねかなり乱高下している状況ですので、えー、そこはしっかり警戒しつつ、ですねエン,リーエントリー戦略を、えー、立てていくべきじゃないかなと思っております。ということで、今日の動画はここまでにしたいと思います。最後ままでごご視聴いいたただきありがとうございました